アメリカの通販番組。ほら、一晩中できるよ。はい、そしたら、先ほど言ったゴルフにも特化して。はい、それですよ、それですよ。なんだこれは。面白そう。じゃあ、キネシス。はい。で、こちらがですね、まあ、キネシス。キネシスってどういう意味ですか、はい、イエローさん。よくわかんないです。こういったワイヤーを引っ張ったり、まあ、こう引いたりすることだけ取れる。で、あとはここがですね、まあ、動くことによって、まあ、いろんな方向に負荷をかけられる。一応3次元負荷をかけれる。すげえ。こういった胸のトレーニング。うん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 。あとこういったフライング。閉じる。で、胸のトレーニング。まあ、今日はゴルフに特化して。はい。はい。で、多分ちょっとさっきから目に入ってくると、こういったバンドがあるんですけど、まあ、これ、まあ、ここに足通してとか、いろいろできるんですけども、これをまあこんな感じで握っていただいて、下ろすと。ああ、いい。ダウンスイングトレーニングできます、ね、面白い。でこれも、まあ、動かしてちょっと重くしてここでグーッと体幹トレーニングできるので、まあ、例えばアドレス制御で、はい、まあ、振り下ろす際に、まあ、なんかクラブがブレてしまう、肩がずれちゃう、あとは傾斜ですね、つま先上がりつま先下りとか、うん、まあ、スイング しづらい状況でもしっかりとグッと体がぶれない体幹っていうのをこちらに使って作っています。あとはこうねじるっていう動きを見たことがしてるので、まあ、ゴルフもとてもあるメニューが、いや絶対いいと思うそれは。でゴルフに限らずこのキネシスっていうマシンで、まあ、大体約250種目以上のトレーニングメニューを組めると言われてるので、またじゃあ2人同時にできる、ほうちょっとバランストレーニング、はい、やりましょう。肩幅をちょっと広げてみて、はい、肘伸ばし、はい、じゃあスイング、せーの、こっちに、ダイヤ当たっちゃうんですよ。わかんない。あ、でも大丈夫です。こっち、ここはゼロですか。そうですね、ゼロして。結構これはしんどいかも。これ1でしょ。無理。そんなきつい、本来はまあ腰を回すっていうのがまあスイングにつながってくるんですけど、まずは上半身の体をねじる。はいはい。結構もう上半身と下半身がバラバラ、一緒に動いてバラバラに動かせない、そういった方に、まあ、バラバラにまず上半身からしっかりと振る、その後に下半身とか足とか腕とか細かく分けてトレーニングできるのが強みですね。今度はね、右足立ち、片足立ちなくてこんな感じで、で、もうちょっとだけ。で、今のやってみます。いいね。バランス。引っ張れない。バランスが。もうダンスの先生もいいじゃないですか。体幹も鍛えつつ、そうですね。足にくる。はい。まあ、この状態で、まあ。先ほどやってる、まあ、自分のご自身のアドレス線を取っていただいて、こうグッと、で、ここで30秒キープ、30やっていただいて、で、この時にあと自分の、なんですか、重心がどこにあるのかっていうのをちょっと研究していただいて、うん、まあ、基本的に、まあ、ここまで来たら、そんなに右には乗ってないはずなんですよ、うん、まあ、ティーチングプロが言うにも、8対2、9、1ぐらい。いうぐらいですよ。こっちにしっかりと持っているイメージがしっかり。でも、この重さがあることによって、まあ、よっかかっちゃうんですよね、うん、そういった人っていうのは、手打ちの人、うん、力が、ね、あまり乗りボールに乗せれてない人っていう意味が、あの重心で分かってしまうので、まあ、実はどこにあるのか研究してみたい。まずはここで30秒キープ。30秒。30秒はいける。30秒全然余裕。
じゃあ30秒間なんかホワイトが視聴者に向けて、はい、なんか近くない、面白い話をしよう、面白い話、滑らない話を一つ、多分滑りまくり滑りまくり。ちなみにね、井原さんちょっと意地悪した、ちょっと意地悪した、先生ちょっと意地悪した、そういう人生嫌いじゃない、嫌いじゃないホワイト M だからね。はい、OK、はい、OK、はい、OK、 30秒、はい、30秒ですね、まあね、40秒だったら、ちょっと意外、ちょっといいと思われます、本当ですか、はい、じゃあ僕説明のためにちょっと軽くしてた、あ、なるほど、なるほど、はい、男性6、7ぐらいで、そうそう、なんかプルプルしてたぞ、井原先生が意地悪するんだはい、うおーわー飛距離アップのために、飛距離アップのためにもうイボミなんて呼ばせない視聴者のために30秒間トークを、はい、出てこないですね、こういう時って。ちなみに絶対五十嵐先生はこれ30秒にしてないです、絶対40秒にしてます、いやいや僕さっきタイマー見たんですよ今重心どこにあるの、僕はですね、はい、今こいつに完全に乗っかっちゃってます、それはちょっとダメです、ダメですか、はい、手じゃない、体で持ってくるっていうようなイメージをすると、そう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 、あの足に重心が乗ってくる、あ、イメージはこの股の下ここあたりぐらいになるのが一番です、手だけに乗っちゃうと手打ちになってるってことですね、もう僕も笑われてますよ、はい、 OK、 笑われてるって誰に、マロさんにあなた手打ちね、そう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 、今ので大体1分僕30秒僕30秒って聞いたんですよそうじゃないとね、鍛えられないんでね、やばい、いける、はいはいはい、こういったのは今はちょっと2種目ちょっとやってもらったんですけど、うん、こういったことどんどんレベルアップして、まあこっちだけじゃなく、まあ、こっち下やればですね、まあ、それ大事、もう飛距離アップにはそれっすよ、そうなんだ、はい、フィニッシュだっていうのも、まあいろいろ体をいじる、あと下半身、ちょっと最初はバラバラにやって最後に乗っけて、はい、ゴルフのフォームを合わせていくっていうトレーニング、はい、ここではできるので、すごい、はい、いやトレーナーさんいてプロもいて完璧じゃないですかこれ、でもうこの器具もあって、あって、ちょっといいや、これ買ってください、置く場所が、置く場所が、はい、ということで次は、PGA ティーチングプロの今井先生です、今井プロに、はい、今井です、よろしくお願いします、じゃあ今もう体をして、ちょっとトレーニングして、この2人の悩みを1個ずつ修正してもらう感じの方がいいですよね、はい、そうですね、で、あとは入会していただいてそこまでわからない、もうこれは入会しなきゃってなるかもしれない、ビジネスもプロだな、そうか、じゃあもう電卓も、あ、電卓も用意されている準備はできているちょっとあれですね、新しいプロですね今までにはないプロですね、はい、やっぱレッスンプロっていうのはね、はい、こういうね気さくな方じゃないと続かないんで、はいはいはい、上からガンガンやる、じゃあ本職なんで、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、一番当たりそうなクラブは今何番、9番、はい、お、悪くないですよ、うん、で今ですね、取ったものがですね、実はですね、6番です、そういうちょっと素振りをね、はいはいはい、長いもの、みんなド S なのここじゃあホワイト、はい、9番ね、9番、あ、ダフったね、あ、でもね、いいものですね、それがちょっと見てもらって、でまずスイングがこちらに移ります、でインパクト、おもう思いっきり殴ってますね、殴ってヒールにちょっと当たったんで、
ていくわけですよね。ぐにゅっと返ってるんですね。ダフったことでフェースが少し、そうですね、うん、でこうデータとかは、うん、そういうところで、はいはい、43ヤードはい、これあとはいいんじゃないですか。ナイス、スイング良かったです。ちょっとまずですね、構えが少し体が左に傾いてしまってるんで、うん、そうですね、突っ込んでるんですね。本当だ。アドレスの時点で。で実際の構えで言うと、右の肩が自然な構えっていうのは少し下がってて構わないですね。でそれがちょっと、左が下がってるっていいってことですか。右が下がるのか。こういう状態で構わないですよね。これで自然な状態なんですけど、少しこっちに傾いてしまってるんで、まず、アドレスの修正が、必要ですね。でこうするとインパクトでボールを上げたくなるんで、どうしても体が今度逆側にこっちに傾きやすいっていうのがあります。ここまで綺麗な、うん、バックスイングなんですけど、ここから右の肩が少しこう下がってきて、ちょっとこう体がこっちに傾くっていう、 でちょっとダフりやすいっていうのが、うん、まずこういう状態で、はい、そうですね。で足の付け根に当ててもらって、でこのまま、背中丸くしないで、ちょっとこう胸を起こした状態ですね。ちょっとこう腿の裏あたりに当ててもらって、で足を、まあ、適度に1足ずつでもいいですね。1足1足ずつぐらい、アイアンで大体このぐらいでいいですね。9番、はい、そのまま、軽く膝を曲げてもらえば、はい、そしたら、そのまま左のグリップを作って、今のこの形のままでこのグリップ作ってもらって、はい、こんな感じが B4 でした。マジ？それがこうだよ。あ、いいですよ。今いい感じよ。今いい感じ。でちょっとオーバースイングでしたんで、ちょっとイメージをオーバースイングを修正します。修正します。はい、じゃあ左足を、今つま先からグリップにゴムがついて、このまま左足が動かないように引っ張り合って、はい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 、すげえ、きついきつい、行かないな、行かないな。フィニッシュってやつでやりましたよね。こういうイメージでバックスイング作ると上で垂れたりしなくなるので、うんうん、このきつさがあると、これを要は、戻す、ボーンが伸びたのがこう伸びて、戻った時がこうスピード出る。これは遠心力、遠くに動く。この形、いいな。これをまずバックスイングのイメージ。ってことは左足は右に上がっていく時に少しこうやって踏ん張ってるから、うん、ちょっと止めとかないとこうずれてて、ここでちょっと張りを作ってもらって、十分この辺でいいんで、これはやばい。これが上がってる間に、実際は下半身が戻って、先ほどやってもらったあのイメージってものですね。あれと同じような、はいはいはい、今度は反対側のイメージ、これで反対側いきます。反対側、ここで今度は右足とクラブでこうやって、あぁ、きつい、きつい、これ今までちょっとこう垂れてたものが少し上がっていくときに、もう左サイド戻すことでこの引っ張り合いを出す、そういう動きをしていくんです。そうそう、うん、いいですよ。ちょっと遅れたけど、リズムはよくなる。あとはこれ、ベースのターンなんで、あのスイングは今の感じで。すごいいい感じよ。スイング綺麗ですね、だいぶ。前はこうやって、よっこらしょだったのが、ここでこういう動き、変わってきたんで。はい、はい、ということで、今回の目玉。目玉。見てください。バスン、バラン、パッドビュー、こっちでしょ、バラン、パッドビュー、パッドビュー、パッドビュー、なんだこれは。なんとチームラボみたいになってるけど、日本に2台しかないです。ひょー、アジアに2台。ちょっとこれ伝わりますかね。光の線が非常に動く。バカい。だからもうこれチームラボっす。チームラボ、チームラボっす。これはやばいっす。今見てたよ、電車が一応この、線の方に向かって、でここ
ここはだから何もない、本当ドストレートフラットな、はい、フラットな映像ってない状態ですよね。はい、今はこの映像のない状態だから、まあ穴1個分ぐらいなんで、はい、あはい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 、意外と合ってますね。合ってますね。だからあともう距離さえ合ってれば、うん、距離さえ、あとは狙い目をどうやって打つかなんですけど、はい、直線的にこう入れていきたい、はい、あんまり、膨らましたくない打ち方と、はいはい、少し膨らませるタイプ、仮想のカップをイメージするタイプあるんですけど、僕は仮想のカップ派の、仮想のカップですね、はい、割と多いですよね、はい、曲げていく状態ですかね。そうですそうですそうです。強さはこれだと結構強いんで、もう気持ち、じゃあこのぐらい、はい、弱いと少し膨らませが、じゃあちょっとこれで、あ、イエローは何、普段仮想のカップを作って振ってんの？あ、やってますやってますやってます。どっちかって言ったらこう曲がるだろうで、はい、結構大げさにいきます。うまいうまい、おーい、これだ、はぁ、で、これさらにすごいのが、プロ、このラインを出してください。あの渋野ちゃんのさっきのこの曲がる、はい、じゃあ今度このこうやって出るんですよ。これは、正解はこれしかないんですか？強さによると、やっぱりこうどんどん変わってくるのはありますね、はい、この、強弱を変えることで、オーバー目に打つと当然もっとこうラインっていうのは中に打ってきますよね、強い。ただあそこまでオーバーさせるって結構強いないない、そうですね、はい、大体こういう、フックラインで最後下りがある場合っていうのはほとんどの人はこうやっぱジャストタッチで打ってる方の方が多いと思うんですね。こういうすごくないですかこれマジで。これやばいっすよね。このね一番の入っちゃったよこれ。いやすごい。教えてくれるんだ。教えてくれますね。これね半端ないですよね。あと女性なんかはこういうイメージ。ホワイトやってみよう。マレットで。このマレットのそれごと入れてくっていう。はいはいはい、このパターの、幅に合わせた線が太い線が出てきました。アバウトな性格の人はこういうイメージで、それは弱いだ、でも光の上を通さないと。あ、強い、いったんじゃん、これ入ったでしょ。おおーい、ナイス。入っちゃった、怖くなるな。チュリーでやってみる、マスやってみようかな、これ、この技術は触れといた方がいいです、マジで。結構強気、あ、強気、これが強気、手動かない方は、例えばこういう、うん、わぁ、すげぇ、すごぇ、すげぇ、すげぇ、面白い。これは変えられるんですか？これは変えられないんですけど、はい、これすげぇ、ちょっと強かった。ちょっと強かった。あ、全然違う。でも出だしがそうですね、ちょっと引っ掛けましたね。もうちょっと右に打ち出したいと。そうです、この技術はすごい。それだ、あー、そっち行っちゃう。お、入るんだ。こう、てかこの技術すごい。バットビュー、まあ、こういうライン出しで、はい、こういう打ち出しをして乗せていく、入れていくっていう。そうですね、調整ですよね。試合前調整して、調整しに来た女子プロいますし、はー、結果もね出してるから、自分のその強弱のラインがこうヒントで出るっていうのは、これはすごいね。いや、これはちょっとね驚いたね、ナイターのゴルフでこれね、あ、最高できてたらすごい、ね、最高。ドイツ製のものになってるんですけど、はい、あのヨーロッパとかの向こうだとこの技術がもっと広まっていて、はい、これも5倍ぐらいの広さでパッドビューっていうのを、マジか、10年後20年後どうなって
ってんだろうね。ねえ。はい。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、井原さん、本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。すごくない？いや、すごい。楽しい。フィットネス、ティーチング、バッドビュー。ちょっと杉並すごいですね。で、ショッピングもできて。でもできないことがない。ない。シャワーも浴びれて。やばい。マッサージもできて。ぬるぬる相撲。ぬるぬる相撲もできて。あんな広いシャワールームでビッグだね。これはすごいですね。またそのなんていうんですか、その入会だったりだとか、はい、その施設利用の、まあ、金額みたいなのは、はい、またその、まあ、詳細。まあプログレス、ありがえん杉並店のホームページを見ていただければ、はい、プログレスのページがあるんで。はいいらっしゃる。まあこんだけのね、サービスとね施設があれば、まあ安くはないですよ。うん。高そう。安くはないです。さらにその練習場行って自分の中でこうなんですかドギマギしてずっとこう森の中さまよってるみたいなよりは、うん、やっぱこうやってティーチング、うん、でトレーニング、うん、でパッドの向上、うん、まあ全部整う。そうですね。はい。あわよくば2階で道具も買える。いやあ道具も買える。ね、おしゃれ最新のねウェアもあるし道具もあるしで安い、ね、レッスン受けて、ね、なかなかやっていくよりはがっつりこのね整った設備で体鍛えてそうトレーナーさんとプロもいて、うん、短い時間でうまくなることもできるよっていう、うん、じゃないですか。まあ、あと今日ご案内できなかったんですけどちょっと奥にスタジオもありまして、まあ、ヨガだったりピラティスが開催できるちょっとちっちゃめのスペースなんですけど、そういったサービスへぇ女性の方も、じゃあ今日ちょっとトレーニングじゃない、ゴルフじゃないつってもはい、そういうことです。なんでもう目的別に通っていただくことができるのではい。まあイケメンの岩嵐トレーナーを目的っていうね、人も出てくるわけですね。まあそういうもんでしょ、トレーニングって。いや、女子ってそういうもんですよ。そういうもんよ。LINE の ID 載せときますから。載せない。なんかここに体験レッスンとかそういうのはあるんですか？あります。はい。ちょっと体験で、まあトレーニングと、まあレッスンのようなものを、まあ大体30分、40分くらいにちょっと縮めたものをちょっとご用意してるぜひパッドビューなんかも体験できるので、はいうん、じゃあぜひまあ、最初から入会とはいかない人は、はい体験ですぜひね、はい、応募してみてください、はい、その際にはぜひ恵比寿ゴルフレンジャーを見たとあそうすれば何かあるかもプロテインバーぐらいは食べさせてくれるかもしれないですね何かできればはい何かねはい、じゃあこんな感じで、はい本日は有賀園ニュー、杉並店から、はいお送りしました、はい、お疲れ様でした、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。この動画が面白いと思った方は高評価チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。